こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はですね、はい、前回のお話で、ちょっと聞きそびれたというか、ちょっとはい、そっちの方に話がいかなかったんで、はいはいはい、今回ちょっと、はい、住み替え前回ねちょっと話しかかってそのままだったんで、うん、はいはい、50代、あ、前々回のやつですね。あ、そうですね。そうですね。その50代の人の住み替え相談がものすごく多く増えてます、はい、本当多いですね。単純に なんでなんですか、それは。まあ、私もちょうど50半ばですね、はい、内山さんもまあ、ね、そろそろ足を突っ込まれる2、3年ですよね、はいはい。まあ、50代って、今までやってきた仕事だったり、それから、まあ、家庭持ってる方だったらご家族だったり、いろいろ大きく節目がつく頃というか、ちょうど20年から25年ぐらいで、家族持った方がそうであるように、例えば自分で仕事されてる方もそうですよね。なんかいろいろこう節目になった時に、で体力がどんどん落ちますよね、もう今までできてたことや、そうそう、徹夜ができない、そうね、であとまあやっぱり風貌も変わりますよね。そうそう、私もそうですけど、白髪になったりね、そうそう、でいろんなものの考え方がすごく変わって、でまあ、今まで学んだことをこれからのまた人生に生かそうという時に、やっぱりライフスタイルが変わるんですよね、完全に、はい、まあ、これはもう明らかに変わりますね、うん、で経験した方はもう皆さん分かってらっしゃると思いますけど、子供さんいらっしゃる方は子供さんが手離れられて、で今度は親の面倒になったり、うん、まあ、早い方だったら親御さん亡くなられたりね、うん、これも大きいですよね、すごく自分の人生の中を左右するようなことで、まあ、家で言うと家の、まあ、住宅の話で申し上げると、やっぱり今まで必要だった部屋数とか部屋の広さがいらなくなるんですよね。そうですよね、まあ、人数減りますもんね。そうですね、もう単純に、はい、それから今までは元気だったんで、それは階段だってなんだって、うん、で減っちゃらですよね。体力もあるし、筋力もあるし、まあ、それがやっぱり膝が痛いですよね。出てくるんですよね。そうそうね、だからこう体に家が合わなくなるんですよね。まあ2階、まあ、単純に言うと2階建てだった家が平屋だったらいいのにな。うん、それから体力のとともにこう思考もちょっとネガティブになったりすると、まあ、例えばセキュリティの問題とかね、日々 やるいろんな当たり前にやってたことができなくなる不自由さ、うん、まあ、そういうものもこう住まいに感じてくるので、やっぱそういうものを変えざるを得ない状況や環境が出てくるんですよ、うん、で、まあ、今は本当に一つの家を一生懸命ローン払って終わるという時代とはちょっと違って、まあ、早い方だったら本当50代ぐらいで終わったりするんですよね、ローンもね、はい、それから子供が少なくなって、まあ、そのいろいろ親御さんの世代のお金をこのためにお金を使いましょうというような政策のおかげもあって、まあ、利用できるお金がある、うんうん、それから親から引き継げれる、まあ、不動産があるとかね、うん、ってなると、まあ、今までは何もないところから人が増えてる時には、手に入れないと成り立たなかったのが、うん、使えるものがあるので、その住み替え、建て替え、そういうことができるようになってきたんですよね、うん、まあ、これが多分一番大きいと思います。まあ、戸建ての人がマンションに移るとか、逆に2階建ての建物だった人が平屋になるとか、ひょっとしたらお子さんと一緒の2世代住宅にして、若い世代が働きやすいように親がサポートするとか、いう形で、まあ、結果として皆さんが50代に住み替えをするというふうになっているという。なるほど。で、やっぱりその相談がとっても多いですね。私の場合は住宅に関わることが多いので、はい、まあ、元気なまだまだ仕事もバリバリやってる50代がやっぱり自分の人生を豊かにするために、うんうんうん、2軒目の家を持ちたいと、それから安全で快適に過ごせる家にしたいっていうね、うん、今で言う省エネで、うん、それから非常に耐震性が高くてとかね、そういうのありますよね、はい、そういう形にやっぱ古い家を変えたい。でマンションに結構移る方はやっぱりもうお二人だけになると、いろいろやっぱり大変な面が、その一戸建ての場合はメンテナンスも含めて大変なので、そういうのを誰かに委ねたいわけですよね。
マンションは管理組合を作って管理会社が基本的には共用部分は全部面倒見ていきますので、まあ、負担のお金はいるけれども、入居してる人は非常に楽です、それから例えば、ゴミを出す時にも資源化物とかだったら当番があったりするんです。戸建てだったらあるんですけど、それはマンションないですよね、管理人さんがしてくれる。そうですね、で、まあ、そういうふうにライフスタイルをこう変化させることがやっぱり住み替えをすることによってできる、あとは片付けをしたりとかね。だからやっぱり当然増えてくるのはもう当たり前かなと、そんな感じは、とてもしますね。なるほどね。まあでも50ですね。まあでも何ていうんですか、僕らの時代の、僕らが小さい時の50代は本当もうおじいちゃんに近いぐらいの感覚は、ね、もう60定年っていうと本当にね、もう、でも今の50代は、まあ、勝手な解釈ですけど、まあ一昔前の40代ぐらいじゃないですかね。もう60なんていうのはまだまだもう全然お元気だし、やれることもたくさんあるし、だからやっぱり10年ぐらいこう世の中が良くなったことで、逆に若返ったんで、第二のその人生を、自分たちだけのためっていうか、いう形でやってるんだと思うんですよ、考えれるようになったと思うんですよね、だから、まあ、家だけでなくて場所を変える人もいますよね。もう実はここへ住みたかったとか、俺の人生を振り返ると俺はここだっていう、そんな話が、まあ、内山さんなんかもそういう話、まあ、そう時々そうですね、ボソボソと言ってますけど、まあ、本籍がね僕岡山じゃないんでね、なんか、まあ、余計そうかもしれないですね。そうなんですよね、それはちょっとね、なんかこう自分がもっともっといたとこへね帰りたいとか。そうですね、でもなんかあれ見たらね、なんかうちの、まあ、やっぱかみさんがなんかこう、うちのなんかこうちょっと主人がそのこと言ってましてね、みたいなことを言うと、なんかそういう男性の方なんか多いみたいですね。いや多いと思います。なんかこう、ああそうなんだ、みんなそう言うよねみたいなこと言われるらしくて。ただ男の人、まあ、今男性女性関係なくみんなでお仕事をして稼いでますけど、まあまあ、ある種男性って仕事しかない人生ですよね、まあ、企業でもないし、はい、一個のことしかできないし、でその中で一つのことをこう一区切りついた時に、なんか自分の人生をこうもうちょっと楽しみたいというか、なんか好きなものの近くとか好きな場所の環境に身を置きたいとかね、それはなんかあるんじゃないですかね。だから山が好き、海が好き、ね、内山さんみたいに甲子園が好きとか、もうちょっともう西宮はちょっと近すぎだ。まあでもね、なんかでもそういう感じじゃないですかね。そうなると同じ価値観の人が近くにいて、そうですよね、楽しいというかね。まあでもあれはあるかもしれないですよね。そのまあ、やっぱこのコロナの時に全然、まあ、ちょっとその東京とかそういうの全く行ってなかったんですけど、まあ、この間ちょっと行ったらやっぱり、まあ、そうクリエイターの、ね、友達があっちにはね、なんかやっぱ多いので、まあ、やっぱそういうこうなんか感覚になりますか。そうですよね、まあ、4日間なんかこうお店出たら明るいみたいな。いい年越えて50万円にしてるって感じ。まあ、でもなんていうんですかね、そういうことも含めて、まあやっぱり皆さんどんな環境であっても、そう、ね、自分、まあ人それぞれじゃないですか、好きなものも違うし、それからそもそも違って当たり前なわけで、そうなると最後に行き着くところは自分らしくみたいなところがやっぱり出てくるんで、まあ住宅なんかもそうだと思うんですよ。うん、やっぱり自分の生活のスタイルにこう密着した場所なので、まあ、その場所が、環境もそれから家自体も自分に合えば、もうなんか楽しいですよね。そうですね、やっぱりそういうものに囲まれてるって。でもなんかみんなでもあれじゃないですかね、なかなか
その勇気が皆さんどうなんですかね、なんか、まあ、潜在的に持ってても、うん、まあ、いろんなしがらみもあったり、うん、悩みもあるから出せないんですけど、まあ、少なくともあの私のところに相談に来られる方はそれを何とかしたいということはあって、うんうん、まあ、やり方分からないですよね、例えばあのローンがある住宅を、ね、売ることができるのかとかね、 あとは住み替えをする場合は住む場所を先に見つけるのか、うん、今の処分が先なのかとかね、あ、まあ、やっぱりその物理的に やらないといけない、うん、その順番っていうのがあったり、いろいろな契約にその条件が決まってたりして、例えば賃貸にお住まいの方でもすぐに出れるものもあれば、うん、期間満了しないと出れないものもありますしね、その辺のまあこう、ルールじゃないけども仕組みがよくわからないから、うん、なんかそこをまず聞いてこられるんですよ、はい、どうしたらいいかみたいな、でその話をしてるとどん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 なんか具体化していくんですよね、こうやったらできるんだなとか、うん、夢物語じゃないんだなとかね、だったらみたいな感じで話が進んでいくケースが多くて、でそこに、まあ、ご夫婦だったら奥さんだったり、あとは、親御さんだったりお子さんだったりっていう方々も同じような実は考えをもともと持ってて、じゃあできるかできないか分かんないけどやってみようみたいなね、そんな話にはなってますね実際。じゃあ結構皆さんなんかこう、うん、あれなんですね、勇気を持って一歩を踏み出してる感じなんですね。そうですね、多分これはもう本当私の勝手な想像ですけど、人生長いですよね、はい、今もう人生100年って言われて、はい、そうですね、女性だったら本当もう90いくつが当たり前、そう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 、まあ、男性でも平均寿命80ぐらいですから、はい、となると、まあ、我々が仕事をちょっとは一段落したいなと思うのが仮に60歳だとするとね、60でも65でもいいんです、長いですよ、長いですね、長いですよ本当に。その長く過ごす場所ややりたいことをやる時間をどう過ごすかは真剣に考えてもいいんじゃないですかね、惰性のまま行くんじゃなくて、まあね、この動画を、ね、見てる方でも多分ね、なんかこうそういう理想系はあっても、まあでもなっていう人が多分多いと思うんですよ、おそらく、はいはい、そういう人がね、なんかこうきっかけがね、なんかこう中川さんに相談に来られる人の、まあ、事例でもいいし、ね、なんかこう中川さんの、うん、まあ、こう熱いでも本当それこそこんな動画の中でも話していることが、うん、さっき言われたように、まあ、自分だけじゃなくて考えてる人がいるんだなとかね、うん、実際にそういうことをこう具体的に進めてる人もいるっていうのが分かると、うん、まあ、自分もちょっと考えようかなときっかけにはなると思うんですよ。まあ、もちろんアクションを起こすには具体的にやっていかないといけないんで、まあ、それこそ相談に来ていただいたらいいと思うんですけど、まあ、考えるだけではね、なかなかことが運ばないので、でひょっとしたら相談したらできないという結論になるかもしれないですね。そういう方もいらっしゃるんでね、まあ、それはそれで、まあ、その相談に来られたけどダメな人ちょっと難しいですねって方もおられるんですね。なるほど、ね、これはちょっと現実の問題があって、あしたくてもできないっていうことで、でも、まあ、それが分かるだけで今度は次の違う目標というか、まあ、他の楽しみというかね、まあ、諦めがそうです、もう大事なこともあるかもしれないですね。そうね、うん、まあ、そういう使い方でもいいんじゃないですかね。ああ、なるほど、ね、まあ、不動産コンサルティングなんかに来られる方の多くはやろうと思ったらできるんだけど、いろいろこうしがらみがあったり、うん、意見が多かったりして、まとまらないんですよ、ね、結局どうしたらいいかって。で私なんかはお会いした時に内山さんなんかもよくね、その辺は知っておられると思いますけど、何がしたいんですかとか、うん、どうしたいんですかとか、うん、その動機を結構聞きますよね。もともと思い立ったのは何でですかとかって、うん、でそれをずっとこう一緒に話をしていると思い出すというか、うん、やっぱこれやりたかったんだとかね、うん、こうするべきなんだみたいな感じでこう、まあ、気づかれて、進む人が多い感じですね、はい、そんなもう来る人にか最初から
バチンと決めてて、やる人なんかいないですよ。そうですね、そこまで決めてるんだらね、なんかもう本当答え合わせぐらいで来る、うん、うもう相談じゃないですよ ね、 ですよね、具体的な作業になるから、ね、まあコンサルティングはあくまでもそのアドバイスをするものなんで、まあ、あとは私が経験したこととか、今までやってきた事例のね、お話を参考にさせてもらって、そこから判断をしていきましょうみたいなところが始まるんで、あれですもんね、はい、失敗事例っていうのが、うん、やっぱこう聞きたいとこなんじゃないですかね。なんかあの雑誌買っても何しても、うん、いいことしかないですね。基本成功事例でしかないですからね、うん、まあ実際はあの、まあ、半分というと言い過ぎですけど、本当半分近いぐらいうまくいかないケースもあるわけですから。ありますよね、絶対ね、そんなみんながみんなね。ただあの何回か動画でも話しましたけど、あの相談会に来られる、うち、その内訳で言うと、そのポジティブな前向きに進めていく話が半分、はい、半分はトラブル、トラブル要はやったけどうまくいかなかったり、まあ相手とのね、いろんなトラブルが発生してしまって、これを解決しないといけないという、だから本当半々なんですよ、うん、まあ、そう考えると、まあなんかこうちょっとこうシリーズ化的になんかこう、50を、何でしたっけ、あの孔子の言葉でしたっけ、50を、何ですか、天命を、なんとかありますよね、バカさ加減がすいません、あとでこう入れといてくださいなんかね、そのそんなね、あれあれでしょ、なんかそういうのこうね、自分をそんな、その50、うん、まあ50ですね、自分の、まあ、30代40代50代それぞれあの自分の中でね、気づくことがある中での一つの、まあ、言葉ですよね、だからそれをなんかこうちょっとね、50代前後に向けてのなんかこう応援動画みたいな感じで、ね、なんか、前の前回話したあの中古住宅の話なんかも、ね、はいはい、増えてきてるわけですから、こうね、新築を建て替えるよりもね、中古で次の自分のやりたいリノベをやりたいっていう、ね、まあそっちの方がね、と思いますし、多分あの若い時は、まあ、あんまり物も知らないし、まだまだ未熟ですよね、だからこういわゆる新築のように作る側の提案を受け入れるという方がやりやすいんですよ、やっぱり、でも我々ぐらいの年になるともう好き嫌いはっきりしてますからね。そうですよ、いくら提案されてもいい、あの気に入らないものは気に入らないんですよ、そうです、まあ、いわゆるわがままですよね、偏屈な、偏屈だから50代は本当に自分のことが分かった人が自分のやりたいものを求めるという住まい作りなんですよ。なるほどね、うん、それが多分答えですね。でもあれですもんね、なんかあの世田谷ベースとか、僕あんまちょっとほとんど見たことないですけど、なんか岩城浩一さんもなんか YouTube で、はいはい、なんか今度北海道に移住ですよね、ね、あとあの坂上忍もなんかね、うん、テレビやめて、はいはい、なんか動物のみんなね、なんかで、うん、ああいうのにまあ憧れてる、そのスマホを今見てる50代のあなたって感じだと思うんですけど相当数いると思うんですよね、うん、だからそういう人がなんかこうなんかきっかけになるよう な、 そう、ね、なんかちょっとね、背中を押してあげる、まあ、あの私たちの立場からいくと、あのこうしたいんですっていう、こう夢とか思いのある方はすごくお手伝いしやすいんですよ。ああ何したらいいですかっていうのは決めれないですよ。そうかそうか、全然それはやっぱり違うわけで、でまず何をしたいかを聞かないといけないんですけど、まあ、大変な時間と労力もかかるし、でやっぱりそういうものの決め方は、まあ、その場合は私はやめた方がいいです、うん、やりたいことが決まってない、何したらいいか分かんない、周りがこんなことしてるからみたいな、あの一応私的には不純な動機って言ってるんですけど、うん、それでやるのはいいことにならないですね。そうですよね、うん、やっぱり自分の中にこうしたいっていう、なんか理屈じゃないんだけど感覚で、もう誰が何をしたいんよっていう、そこを具体化するのは
あの僕らもすごくやりがいもあるし、あのお手伝いのしがいもあるんですよ。そうですよね、うん、だからやっぱり大事なのはそこ、何歳になっても一緒じゃないですかね。自分がやりたいという思いをね、まあ、言える関係じゃないといけないし、まあ、ご家族でご夫婦でねそういう話もしないと一人じゃできないですからね。で、まあ、そういう形で投げかけていただいたら、まあ、僕らが今まで経験したことや見てきたことを参考にしてもらうような話もできるので、でまあ、一緒にやってるとこっちも楽しいですよね。そうですよね。ね、その人の夢をこう叶えてるっていうのはね。だから、まあ、これは本当に非常に純粋なあのこうピュアな話なんですよね。こう理屈や理論じゃなくて感覚としてやっぱりそういうのを持たないといけないような感じがします。確かにあの世田谷ベースを作りたいですって言われたらめちゃくちゃ分かりやすいですもんね。なんかまあそれでいいんじゃないですかね。そういうことですよね、うん、と思います。なるほどね。そうですか。まあじゃあちょっと50代の、はい、またシリーズ化で住まい作りですね。住まい50代からの、50代からの住まい。うわなんかものすごいな、広告代理店っぽい。まあでもなんかまあ50代そうね、そうですね、50代からの住まい作り。そうね、まあ、本当の住まい作りって感じですよ ね、 そうね、うん、だと思います。あの若い時は本当分かってないですもん。分かってるふりはしてますけどね。全然本物は、まあ、私自身もそうでしたから。あ、そうなんですね。まあ、あの50で2軒目の家を持ったんですけど、あ、はい、まあもう全然違いましたね。こんな仕事やってる人間でもですよ。あ、そう、もうその20代で持った時の家と50代で持った時の家はもう全然違うし、今は本当にコンパクトでミニマムで、でも使い勝手が良くて好きなものがはっきりしてるみたいな。まあ、やっぱそれはあの50代からのは結構いいキーワードになると思いますけどね。そうですよ、うん、まあ、確かに初めて買った車がその懐かしさ抜きにしてやっぱあの車が今でも最高だったなって、まあちょっとストレートかなっていうのがあるんですよね。もう本当はその時の流行りだったりね。そうなんか違う観点で選んでますからね、選んでますからね、完全にね、基本的にはやっぱそういうことですよね、うん、やっぱだってね、なんか3代目ぐらいの車が一番良かったかなとかいうのは ね、うん、ね、よくあるかもしれないですけど、まあ、そういう感覚ですよ ね、 そうね。あのまあ家もぜひなんかこうもう50代過ぎたら終わりじゃなくて、うん、そこから本当の自分のための、うん、自分の家族のための、はい、住まい作りをすることがなんかこう人生が楽しくて豊かになる感じがしますけどね。夢がありますね、はい、なんかぜひあの今後ちょっとシリーズ化をぜひ企画しますので、はい、ちょっとこの動画見てるあの50代前後の方気になったらぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。久々に出ました。久々に出ました。めったに言わないんですけどよろしくお願いします。やる気あるのかって言ったんですけどぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今回ありがとうございました。はい、ありがとうございました。